どうもこんにちは、とっかくんです。本日はこちら、卵かけご飯専用コンビーフ。はい、卵かけご飯専用コンビーフ、こんなものがあるか。なんだこれは。いつもの卵かけご飯がちょっとリッチに、いやちょっとどころじゃない。めちゃくちゃリッチになるんじゃない。一人前でこれ缶詰、そのためだけに結構な重さです。美味しい食べ方、茶碗一杯に米の上にコンビーフ乗せてポケットを作って、そこに卵を落とす。何もなしもいいし、醤油をかけてもいいし、だそうです。なるほど。あ、うわ、これね、いただいたんですよね。はい、こちらね、お客様からのね、差し入れということで、届きましたんで、食べさせていただきたい。僕のいつもの卵かけご飯が、でちょっとリッチというか、もう絶対卵より高いからね。もう卵かけご飯じゃないな、コンビーフご飯に卵添えだな、これな。500円ですでしょ、これ。お前、俺これ小野寺家で、いや1個のシーチキンを1回で全部食うのを怒られるルールもあったよ。小野寺家ルール。悲しい。シーチキンはあの上の蓋開けて食ったら、こう蓋戻すみたいな。あるいは乗せとく。なかなかだな。え、一食で全部行く？いや行くよ。それ小中学生の時だよ。全部行ったら、お前行ったなってなんね。今マジか、うん。ちょっと色変わってくんだぞあれ。最初ピンク色だけどな。やめだけど。茶色っぽくなってくるんだぞ。あれで鮮度上がるからな。はぁ、あ、はい、ということで。いいんですか、これ。大人になったね。こんなの食える。こんなの食えるということで。開封、開封。シャッ。お、出た。もう違うもん。シンプルメタリック。ここにだって宝石乗っててもおかしくない形。おかしくない、おかしくない。開封、縦よし。剥がし方よい。剥がし。シャッ。シャッ。ピカーン。お、おあら。見てこの美味しそうな。すごいね。これもう一枚蓋ついてんじゃねえかなぐらいのツルツルさよ、これ。あの、薄いやつな。なあ。あるよな。薄い油紙みたいなの乗ってるんじゃねえのか、これ。あのまたまに食うよな。そうそうそう。あの、カステラのやつみたいな。そうそうそう。っていうぐらい。うわぁ、うまそう。まあでも、見た目はでも、正直、コンビーフと、差はどうしたってね、コンビーフですから。難しい。はい。どこら辺が専用なのかなっていうところの興味。専用ですからね。豆乳、このままいけんのか。いけないんじゃないか。いけないな。結構ゼリーだもんね。それ、いけません。いけませんでした。豆乳用意。豆乳用意。豆乳。なるほど。結構ゼリーなんだな。これ、米の熱で溶けるじゃないの。あ、ね、それ、うわ、結構でかくないこれ。いや、これ80じゃないですか。半分コンビーフ。ご飯の半分コンビーフ。なあ。この写真っぽくしよう。写真っぽくしようや。はい。真ん中にポケットを作ります。うん。さあ、ここに。卵を落としていって、はい、ピッピちゃんから生まれた卵と。ピッピちゃんの産んだ卵こんな色でした。この色でしたね。あ、ピッピちゃんの毎朝取りに行くっていうね、仕事ありましたからね。だから1日1個産んでるんですよ。佐藤家の朝は絶対卵を取りに行くと。うん、ここに卵、豆乳用意。豆乳用意。豆乳、豆乳チュドーン。いいっすね。これあの日本、日本みたいになっちゃった。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいいいいい。ただこっちやっぱ写真映え的にはあれだな、白身抜いたな、これ。白身なしでいったな。確かに確かに確かに。いや、もうそんな白身を捨てるなんてもうできない。俺らも絶対しないから、ね、利用ですから。すいません、ちょっと端っこだけ。はい、ちょっと興味あるもんで。うん、なんかコンビーフなんですが、うん、味が薄めな感じがします。あ、そう、うん、専用っていうのはそういうことか。うん、なんかそこまで油を感じない。あの、いつも通りのコンビーフでこの量をぶち込んじゃうと、うん、しょっぱいぞと。混ぜていきましょう。どういう化学反応が起きるのか。そうだな、これ家庭によるな。結構や優しいんだね。卵ご飯ってもっと俺ぐっちゃぐちゃに。いや、うん、なんかあのあれよ、ご飯はご飯で食べたいの俺。あ、そうなのね。あ、これやっぱ鳥飼ってる家のありがたみがあるのかな、これ、うん、こだわりあんだな、人によって。あるある。めちゃくちゃ合う。めちゃくちゃ合う。すんごい高級感だ。やっぱいつものコンビーフとやっぱちょっと違う気がします。卵がすげえ絡んでるんですよ。うん。これがまた食欲をそそりますね。あ、やべ、全部いくかも。いや、全部、全部やめてくれよ。できたそのピッピちゃんの卵かけご飯でしょ、うん、朝は。うん。どうすか、その食べてきた歴史を感じ。おい、おい、ピッピちゃんに謝れ。ごめんな。専用コンビーフには勝てなかった。いや、醤油入れた、いや、入れなくても全然いけます、これ。あ、そう。はい、あの、塩気があるんで。めっちゃ卵かけご飯の匂い。そっちの方がね、ピッピちゃんの食べてたのによると思う。うん、こっちの方がね、卵かけご飯だと思う。あ、確かにこっちの方が卵かけご飯に近づきます。美味しいですね。
ピッピちゃんの卵かけご飯とどっちもこっちうまいですか。おめえうざめ。おめえ情はねえのかおめえは。あれだな、真面目な審査員だな。そこに情はないんだな。忖度はないんだな。ダメだ、やっぱ公平に判断しないと。信頼のおける審判だわ。うん、ダメ。読んでなんかに。外国の方にも受けそうな味します。まあそうだね。外国はあんまり生卵をね、まあ衛生とかの管理もあるから、あんまり食べない文化ですけど、日本のはね、結構食べても大丈夫っていうか、ね。こんな食った気しないんですよ。進んじゃったと。とろけます。つるつるね。うん。お値段。800円。え ?800 円。たっけ。でも妥当じゃない。多分このコンビーフ500円ですよ。銀座の人も食べてる。銀座食べんのこれ銀座食べるよ。いや、合う。普通のコンビーフだと、違うんだろうやっぱ。どうも、卵かけ料理研究家、貝原雄さんこと、小野寺でございます。卵かけ料理おらー小野寺家のあの卵かけご飯を超えられるのかって話ですよね。あ、違うんですか。いや、俺もだいぶ食べてきましたからね。あそうだよな。ほとんどもうこれで育ったようなもんですから。そうだ。ね、言いますね。はい。こっちの方が美味しいうわ、うめこれご飯何杯でもいけんじゃん。多分ね、これね、コンビーフなんですけど、うん、普通のコンビーフより、卵かけご飯溶けやすいように、柔らかい気がする。繊維が細かいというか、もうバラバラにほぐれやすいですね。うんうん、で、この油が、米の温まりで、とろける。うん、あこう固まってたのが、うん、米の熱でこう、とろけてる。だからもう口にこう入れるとこう、ふわっと、とこの塩分控えめなこのコンビーフ。コンビーフの味は強いです。控えめって書いてあるか控えめって書いてないです。それは書いてない。でも僕の主観ですね、これ。あ多分だけど、こんだけ乗せたらね、コンビーフしょっぱいはずなんだよ。あー、なるほど。確かに、うん。でも俺の言ってるコンビーフってね、自衛隊の飯のコンビーフをメインにしてるからね、うん、あれは確かに自衛隊だからしょっぱいのかな。コンビーフベジタブルってあったわ。あうん、自衛隊の糧食で、うん。で、ここに卵のコクが来るわけですね。うんうん、何重にもなってる。これはうまい。よくやったぞ、若造。と言いたい。これで店出せるな。これは店出せる。美味しいけど、ただ、やっぱりあれだよな。このリッチさを、やる気出んのかっていうところだよね。あとはね、卵かけご飯一杯に対して、うん、この缶詰一個開ける勇気があんのかっていう。勇気が大事。醤油もいってみます。手軽に安くみたいな、安くみたいなイメージあるけど、これとなるとちょっと、手軽で。そう、話変わってくんだよね。あ、なるほど。うん。醤油かけると、ほんと、卵かけご飯近い。近くなるよね。卵かけご飯っていうよりはなんか牛肉チャーハンみたいな味になるね。醤油入れると、うん、甘い醤油入れたらすき焼きになるな。これな、ビーフといえば、すき焼きといえばやっぱり横浜でしょうね、これはね。へえー、そうなんですか。はあ、はあ、うん、アライアとか老舗もありますから、すき焼きの、はいはい、横浜に割烹 TKG があるんでしょうね、うん、専門店。はい、そうですね。あいよっつって、うん、いきますね。今日いいの入ってますから、ピリッ。じゃあこちら今から作りますね。はい、ご飯つご飯、うん、卵つってこの辺ずこれきついこれきついすってこれ出てきたら残飯だけど、うん、切れるよ本当に。本当はこれね、うん、これね、この状態です。あでもそしたらなんか料理感がすごい、うん、やっぱ老舗ですから高いっすよこれは。あそういくらっすか、うん、ねえ、まあ卵かけ料理の割烹ですよね、缶詰割烹、はい、お値段は81,000円。あきた、1,000円ってなんだ。お願いいたします。消費税上がるからね。消費税上がるから。あ、込みなんだ。税込みなんだ、これ。税込みで。税込みか。もともと8万円でやってたんですけど。全然良心的。すいません、そこはね。全然、8万円でやってたんですけど。あ高すぎた高すぎた卵4万8万。ね、これ、小野寺家ちょっとあれだわ、喧嘩になるな。これがもし、出てきた日には、奪い合いになるんじゃないか、うんうん。存在すら消すからね、兄弟多い家庭って。知ってます？わかるわかる。ヨーグルトとか 3パック入り多いでしょ、うん、兄弟4人いた場合ね。うんうん、なかったことない。一人にの、殻とか見せるとやばいから。情報が。そう。存在自体を消すから。3個もう3人で一気に食い終わって。食い終わって。4人目にはなかったことにするから。殻どうすんだろう。殻もだからゴミ箱の下の方に入れる。なる、あ、すげえ。もうこんなのあったらですよ。もうほんと、存在自体もす、ダメだ、うん、こんな高級なものね。うちにはあったらダメだ。お父さん、申し訳ねえ、つって。海に置いてきてくれ。倉庫の奥に隠してけろ。この殻があった日にやべえよ。そう。これあったら戦争になるよ、野寺。こパカって入ってたら。こんなのあったらみたいな。なるから。なる。ね。これは強すぎる。小野寺家にはこれはちょっと強すぎるわ。色はもうちょっと主張がな。もう飛行石を見せられたポムじいさんのような気分だよ。天空の城ラピュタの。悪いが閉まってくれんか。ブルブル。わしには強すぎる。わかります？その気持ちね。これ動画でね、アップしてるけど、どうかうちの両親とか兄弟が見ないことを祈るばかり。
未だに食えるのかな。はい、食べ終わりましたけれども、いやー、美味しかったです。もうね、もはや卵かけご飯なのかぐらいね、牛の肉たっぷりでございました、本当。びっくりしました。美味しかったです。はい。はい、食べてみたい方はね、うん、これと、鶏を買ったらいいと思う。卵買えや。